どうも、お花です。それじゃあ今日も適当に喋っていきたいと思います。新年明けましておめでとうございます。早速なんですけど、初夢をもう見まして、で、その初夢がね、もう本当にえげつなかったんだけど、前の辞めた会社のクソ上司が出てきたのよ。こんなん初めてよ。しかも初夢だぜ。初夢でさ、一番嫌いな人間が出てきて、で、夢の内容がね、とにかくそのクソ上司と喧嘩してるわけよ。なんでかわかんないけど、で俺もムキになってさ、もうわーわーギャーギャー騒ぎまくってラチが開かねえってなったタイミングで目が覚めたの。もう最悪じゃん目覚めが。でも汗びっしょびしょでさ、でもう気持ち悪い中起きて、でとりあえず水ガブ飲みして、でトイレ行ってうんこしようと思ってさ、でトイレ行くじゃん、で出すじゃん、でトイレットペーパー拭いたらさ、真っ赤っかに髪がもう血だらけになってて、で俺もびっくりしてすぐ立ち上がって便器見たら、便器の水とうんこが真っ赤っかになっててさ、もう叫んじゃってさ、夜中の4時ぐらいだったんだけど、お父さんケツから血が出てるっつって叩き起こして、でそれでちょっとね、新年早々騒がしくしちゃった、まあ、下りがあったんだけど、何よりね俺が悔しかったのが、生まれて初めて血便を出してしまったとかじゃなく、そのたかが夢でね、嫌いな上司に会っただけでもうびっくりしちゃって、体が現実世界でさ、それがストレスとして血便としてさ表に出てしまった、この俺の精神力の弱さが何よりも悔しくって。だってさ、もうすでに辞めた会社でそのクソ上司とはお別れしてるわけよ。もう一生会うこともない、もう終わった過去なのに、そんなさ過去の出来事をたかが夢でね、たまたままた巡り会っただけで、それだけで俺はあの当時のストレスをまた思い返して、でそれが血便となって形として出てるわけだから、なんだよ俺全然成長できてねえじゃん、あの時のことはもう忘れただろうっていう、もうそれが悔しくて悔しくてたまんなくてさ。で当のさクソ上司はだよ、まあ、知らねえけど、どうせ三が日酒飲んでさ、まあ、有意義な3日間を過ごしたんだろうなと思うと、またそれも悔しくって、ほんとさ、人から受けた傷なかなか消えねえんだなって思ったよね。さっきのねストレスの話じゃないけど、社会人1年目の時に俺の友達が銀行に勤めてたんだけど、そこのね直属の上司とうまく、まあ、噛み合わなくって軽い鬱みたいな状態になっちゃったのよ。でまあ朝起きてさ出勤するじゃん、で自分の最寄りの駅着いてさ、階段登ろうとしたらもう怖くて足が震えて上がんなくなっちゃったんだって。もうさ階段を登るなんて20代からすれば余裕じゃん。でもそこにねストレスが加わると、もう怖くて怖くて階段を登ることすらできなくなっちゃうのよ人間って。もうそれ聞いた時はさ、すげえなーって思ったよね、うつ病って怖えなーって。でその子がきつかったって言ってたのが、会社を休むってなった時に精神的な病気で休むっていうことを会社側がなかなか理解してくれなかったことが何より辛かったみたいで、というのもさ、まあ例えばよ、白血病ですとか、あとはなんか人体を損傷して断裂してとか、そういう分かりやすい病気とか分かりやすい怪我だったら、まあね、こっち側としても会社に言いやすいんだけど、精神的な病気の場合ってさ、具体的な症状がないからうまく会社に休む理由を伝えにくいし、納得してもらいにくいから、それがまたね、自分自身を苦しめちゃうみたいで、でしかも会社によってはさ、根性が足りないとか根性論をさ振りかざされたりとかして、本当うつ病ってたち悪い病気だなって思いました。俺前の動画で30キロ痩せたっていう報告をしたんだけど、そこからさらに続きがあって、8ヶ月間連続で腹筋ローラーを頑張ったら腹筋もバキバキに割れたのよ。でこのね30キロ痩せた、腹筋割ったっていう2つの事実が自分の中ですごい
強みになって、なんか仕事上で嫌なこと言われても、まあいっか、俺腹筋割れてるし、お前は割れてねえだろうけど、みたいな、そういうね、まあ精神状態を保ってくれる、そういう鎧になって今頑張ってくれてんのよ、この事実が。で、まあ他人からしたらね、いやいや、たかが腹筋割ったぐらいで調子に乗んなよって思うかもしんないんだけど、それはもう個人の判断だから、俺は30キロ痩せて腹筋を割ったことは自分自身ではすごく頑張ったことだし、もう栄誉のあることだと思ってるから、それが鎧として成立するわけだから、他の人もね、それぞれの鎧があっていいと思うのよ。例えば、まあ俺肌綺麗だしとか、俺英検一級持ってるしとか、各々のベクトルで各々の鎧をまとって、で各々の機嫌を保ってくれるのであれば、もうそれは何でもいいのよ。でこの考え方のおかげで自分に自信がついて、精神的にも大人になれんのよ。意味のない喧嘩にムキになっちゃったりとかさ、したことあるじゃん。でそういう時でもさ、鎧をまとってることによって、まあいっか、俺は大人だし、とりあえずこいつに花を持たせてやるか、みたいな感じで一歩下がった状態で人とねコミュニケーション取れるようになるから、変なね、その市場が絡まなくて済むから、割とそこはね仕事しやすいなって思った。でも俺は今腹筋を割ったという鎧しか持ってないから、 LDH 系の趣味サウナですみたいな、いかにも腹筋バキバキに割れてそうなやつと仕事するときはちょっとうってなっちゃうから、まあ今年はね、いろんなことに手を出してみて、たくさんの鎧を身につけられるように頑張っていきたいなと思います。